急に東部行くのはやめようよ言ったよ言ったじゃないのよ前の前言ったよね前の前あたりにおっしゃってましたね本当にやっちゃくないやっぱちょっと気持ちもうだってもう帰るつもりだと思うまだちょっと1時間半ほど時間があったので心臓痛くなってきた大丈夫ですかじゃあ早くちょっと進めて、ね、いやもう帰らせろ進めてということで、健太郎、はい今回は、はい、アルザマスターに、はい、とうとう挑戦ということですね、はい、で今回は、ブッチーさんにもお越しいただいているのでよろしくお願いします。お願いします。ブッチーさんが来たからやることになったんですよこれすいません自分の存在が謝ってるよ本当にもう、はい、いける。うん、もう早速もう行きましょう。ゲーム画面出せるんで、はいはい、もうやってもう帰ろうと思ってます行きましょう。まだアルティマギア入ってるけど入れるの。まあでも今回は別に入れても大丈夫。この間よりもう何楽なの。まあでも割とルシアスよりかはまだやりやすいかな。やることがすごい明確でやりやすいかな、うん、分かっちゃえば、はい、やることは単純なんですけど、はい、自分との勝負ですね。お、でも負けてんだ自分よ負けてんだ自分との勝負よし。でもまあ宇宙さんが30分40分で、ね、終わりましたよっていう言葉を信じて、はい、そうですね。当時と比べたらまだ新ユニットも入ってますので。そうね、はい、前回 大活躍した、はい、アラもいますのでね、はい、非常に優秀ですので。はい、はい、あとはもう後で名前出てくると思うけど、はい、三崎さんです、はい、しょうがないよフレンドなんでしょうがないよいいよ。うん、はい、じゃあこのメンバーでいきたいと思います、はい、それでは決定でオッケー、これでいきましょう、はい、挑戦する。早めに挑戦する。何ターンぐらいかかるかな。あら、あら、あら、アルザマスター、これだ。はい、はい、そうです。早速最初から出ちゃいました。そうです。お、さあ、じゃあ4ターンごとにベイケントノイズという探偵のバフ消しがあるもん。読んだベイケントノイズ、はい、これもうホーリア下げる。いや、でもホーリアの BB でやっとリレーズもあるのでまだいてもいいのかな。まだいてもいい、はい、とりあえずなカルデス、はい、無事に食わして、うん、そうですね、行かないと半減、はい、でいきましょう。1ターン目でですね、ここ一番辛いのがですね、うん、80%、50%、30% 以下で、うん、強力な攻撃とバック消しが来るんですね、はい、はい、なので、これオートの U あたりかな、それまでにちょっと UBB ゲージを貯めて、シオンの UBB を使って対処したいなと思うので、うん、あんまり下手に削りすぎずにって感じですね。ただ正直アルザマスでしんどいのはここの調整ぐらいかなと。これ大丈夫ですか。これで引っ張らなくて塩も2体いるのでたまりやすいかな。こんぐらいの塀、はい、こんぐらいの塀で塩も2体入れないといけないって。あ、すごいことになってます。実際はそんなことはないんですけど念には念を、念には念を、安定を。そうですね、安定を望むのであれば。さあとりあえずこれで、はい、でもね、はい、あ、もう言ってますよ、あれ、あれですよ、はい、あれですよ、削る気ない。そうです、U オートの U あたり、いやもうでも、もうただオーバードライブ溜まりますよ、うん、4ターンごとにはバーティシャクルので、次、4、うん、時間ではガード、ガードですね、全員、はい、全然でも減らないよ、大丈夫ガードで。操り人形のように来たよ、俺はパペットだよ、パペット。おお、
でしょ。まあまあ。80% でしょ。とりあえず。そうです。80%だったら僕もたまりました。そうですね。発動させて貯めておきたいんで。あ、無事に使わずにね。はい。なのでもう今たまっオーバードライブ系に溜まってるので、うん、あ、ちょっとあれですね。これはちょっと、はい、このパーティーはまずいかな。お、まずい。どうしたんですか。どうしたんですか。敵に変なものがついていますね。あ、ピダメージを相手に与える。危なかったですね。一応フォーリアの BB は分かんないですね。はい、小さな発音が弱い。6ターン目かな。はい、はい、じゃあそれこれでもうぶっ放します。カルデス最後ね、はい、あんまり傷いすぎずね。カルデスを一番最後に打っていただければ。はい、分かってますよ。削りすぎないで、削りすぎることもないと思う。大丈夫そうですね。うん。うん。80%。はい。あって。あっと、まだ大丈夫ですね。でも武神使いましょうか。武神使うしかない。武神使いましょうか。使いましょう。はい。思いのかゲージがたまりません。で、しようね。はい。はい。ぶっ放しましょう。はい。来るで、はい、で次また 50% に、うん、50% 以下で来るので、ね、あ、はい、すごいかっこいいエフェクト、ね、ね、すごい。それまでに、まあ、オーバードライブゲージはもう全然たまるので、はい、たまるね。なので火ダメ BB4 入れましょうか。そうですね、ちょっと欲しいかもしれないですね。たまりが悪かった。ゴージャさんのアランをナルティクス、シオンさんを一体下げても、ああ、そうですね、シオンさんですね。シオンを下げる一体、はい、シオン強いで、これで、はい、ダメージですね。だけ溜まってる、溜まってる。これ非常に BB が溜まる。そうか、BB 溜まるんだ。はい、はい、お願いします。これを右手で持っていただいて、はい、でカメラをもう全部押さなくて、あ、もう押して状態なんで、うん、あとはオートで全部起動してますんで、これをもうゴージャスさんに向けながら言っていただいて、誰？クレリアと？クレリアと、アルティマギア。いいの？はい、全然大丈夫。ちょっとぶっこんでいきましょう。頼むよ。10ターン目。ターン管理分かんなくなっちゃった。あ、でもオートオートでいっちゃった。オートでいっちゃった。オートでいっちゃった。シビレアルティマギア。なんですか、ちょっとなんですか。やだ、なんですか。こんな時だったんです。こんな時だったんです。ちょっとガオリンゴさん、もうこっち来て、こっち。おめでとうございます。おめでとうございます。そうなんですよ。おめでとうじゃないよ。お前誕生日でしょ、あなた。ちょっとガオリンゴさんいらっしゃるんだったら何か用意したかったの。ほんとだよ、ちょっと。もう、すまいなさい、あなたも。おめでとうございます。いや、もう、あんまりともない。すまいなさい、あなたも。すまいなさい。こんな景色です。あ、クラゲ映しちゃダメだよ。そうだ。クラゲはいないよ。みんな顔出し NG なんで、うちのスタッフ。これ、わぁ、ちょっとちょっと。これ、え？お約束の流れだとお聞きしてて。いや、本当ですよ、ちょっと。ちょっと待って。3回目だ、これ。元からこういう予定だったんですか、今日。いや、知らない。え、そうなの？え、これ何これ。嘘。これ、偽製ですよ。いやいや。いや、一回考えるんだよ。別に、だから今日クリアしなくていいでしょ？そうですね。何なんだよ、それ。いやー、あ
も同じ誕生日じゃん。おめでとうございますじゃないんだよ。あのブッチさんからオレをもらったそうですね。あのマックフルーリー。マックフルーリーですか。美味、ね、しい美味しい。美味しそうじゃねえか。美味しそうなケーキ買いやがってこの野郎。いやーちょっとガオリンゴさん。ね。すいませんこんな。いやいやいや。人生の中。ちょっとえもともと来るはずだったの？もともと遅れてくるとは知ってたので、はい、あとどうしても間に合わなくて、それでお祝いしたいっていうことがあったので、いやーいやーこっちだってお祝いしたかったよ。いやちょっとまさかこんな偽の収録してると思って。偽のじゃないんだよ。ちょっとねもうよやるぞってちょっと腹くくるわけですよ。やりたくねえっつってたのに。ねえいつも撮ってんのこれ。もうこっちに変わってんねんこれ。えオッケーじゃねえよ。おお、俺もやんないぞもうこれ。予習ってことで。どうしたの？すごいダルディスクがもう入ってると思って。おお。すごい。あいつが育てるってあの。そう。こいつだけどあいつが。すごい早い早いダルディスク。ねえ、ガオリンゴさんも、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。ねえ、これからもプレフロ頑張りますんで。はい。プレフロ2のじゃん。情報の方、ちょっとお願いします。全然いいよって高橋さん言ってたみたい、うん、後でピー入れればいいからって、うん、通話、うん、本当にピー入れるかもしれない。いや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 。はい、ということでじゃあアルタマスターは、うん、急にチャレンジで頑張って。急に飛びすぎでしょ。ほんと怖いんだもう。もう終わり？終わり。本当にもう疲れたんですよ。はい。ということでこれからもブレイブフロンティア頑張っていきたいと思いますね。皆さんも応援してくださいね。チャンネル登録も忘れなく。ブレフロ2は次回お会いしましょう。バイバーイ。絶対 B だ。じゃあケーキ食べましょうか。なんか浮いた話とかないんですか？どうしたんですか？ないです。ないびっくりした。